ドルトムントを相手に、4試合連続ゴールを記録した孫ミンの活躍を英国現地メディアも絶賛している。孫ミンは14日、ロンドンで行われた2018-2019ヨーロッパサッカー連盟チャンピオンズリーグドルトムントとの16強一次戦で、先制ゴールを放ちチームの勝利に貢献した。この日、 ツートップストライカーとして先発出場した孫ミンは、零0で迎えた後半2分、ヤンフェルトンゲンのクロスに反応。ゴールネットを揺すらした。このゴールで孫ミンは、ドルトムント戦の通算11試合で9ゴール目、直近プレミアリーグ3試合の連続ゴールに続き4試合連続ゴールを決めた。現地メディアは、 孫ミンの活躍に大注目。BBC は、孫ミンはヨーロッパで最高の選手の一人で、ワールドクラス。ワールドベストに選定されるべきと称賛した。